はい、豊玉です。いつもたくさんのご視聴、そしてあったかいコメントメッセージ、本当にありがとうございます。今日私は理学の里にいます。前々からですね、動画の端々でお話はしてたと思うんですけれども、今年度から理学の里少し形態が変わりました。というのは、私がずっともうフルでこちらの方に常駐しているような感じだったんですけれども、今年度からですね、カボスカンパニーの仕事もありますし、私自身の仕事もありますし、家のこともありますし、ということでベジカフェはもう一旦クローズをしております。でこのクローズというのは、カフェのスペースはカフェのスペースとして持ち込みでですね、皆さんが使っていただける、そういった風に今変えておりますので、ぜひですね、この庭を使ってお子さんを遊ばせながらテラスでお弁当を食べるとか、自分たちのお気に入りのスイーツ持っておしゃべりにここの場所を使うとか、もうぜひ活用していただけたらいいなと思っています。そしてスタッフも刷新しました。月曜日から、火曜日お休みなんですけど、月水木金と3人のですね、若い女性がここにいますので、ぜひですね、遊びにでも寄ってください。特に子育て世代のママとか若い方たちですね、やっぱスタッフが若いとお話もきっと合うと思うので、足を伸ばしてみてください。もちろんシニアの皆さんも寄っていただけたらと思います。カボス TV やクジラガレージや私豊玉は常にはいないんですけれども、一応来たスタッフに来ましたよということをお伝えいただけたら、一応連絡がつくようにのシステムにしておりますので、ぜひ立ち寄っていただけたらと思います。さて、今日ですね、この理学の里、今朝早いんですけど、こう庭を見てると本当にね、この庭なんとか活用できないかなっていつも思うんですね。今白爪草がすごく生えていて、ね、すごくこう広々としてすがすがしくて気持ちがいいんですね。本当にお子さん連れの方も安心して遊べるだろうなって、遊具はないですけどね、遊具はないけど走り回るにはすごく安全ですしね。でハンモックはあるので、ハンモックで遊んだりとか、遊具持ち込んで自分おままごと道具とか持ち込んで遊ぶには本当にいいロケーションだと思います。ぜひ皆さん、お庭を使って遊ぶのもいかがでしょうか。私たちぐらいの世代でも、こう座ってのんびり外を見る、コーヒー飲みながらとか、ね、もちろんアウトドアでいろいろやっても構いませんので、キャンプも受け付けてますので、それは全部豊旅さんの方で受け付けますので、そういったこともご相談に乗りますので、どんどんですね、皆さんで理学の里活用していただけたらと思います。もう田んぼの準備が始まりましたので、尾形色に水が流れています。これはね、尾形下色になります。原尻の滝のところを流れるあの水が理学の里の横を流れてるんですね。今年も水車頑張って回ってます。柿の木もかなりね、剪定はしましたけれども、やっぱり葉っぱとかの重みでこんな風に垂れてきましたよ。そしてこの白壁の建物、この建物の外観の固定、ね、素晴らしい固定でしょう。そしてこの建物の中には、今はもう無料展示をしてますけれども、絹さん人形と、それと神楽お祭りの景色というのを展示しておりますので、またお気軽に中をご見学いただけたらと思います。スタッフに声をかけていただけたら中開けますのでね。日頃はやっぱり電気ずっと照射していると傷むので、
節電と両方の意味を込めて電気つけてないんでですね、声をかけていただけたらいつでも見れるようになっております。わ、白爪草に埋もれちゃってるね。重く草切らんといかんね。この花壇、これですね、これはね、620さん、今市さんとか、あと草取りさんたちが手入れをしてくださってるんですよね。あ、もう一人、そうです、芝桜を植えてくださっている何さんだったの、お名前をすぐ思い出せなくてごめんなさい。こうやって理学の里はたくさんの方のお力で、これね、ちょっと倒れかかってしまってるけど、よいしょ、今度打ち直さんといけんね。ふみさんが作ってくれた看板ですね。そしてこうやって悟りさんがいつも音読悟りに来てくださってる。もう冬場はね、なんか大丈夫かなっていうくらいだったんですけど、見てください、この勢い。もうコスモスがこんなに伸びてきましたね。うわぁ、すごいわ。で、何気に私がプスプスっと刺したこの猫柳が根付きましたね。芽が出てます。ね、ふみさんが作ってくれた理学の里の看板です。ね、そしてこちら側が、ハーブのエリアですね。ハーブのエリアはこんな風に、ブルミントとかペパーミントとかミント系と、それと、あ、バラも育ちました。このバラもね、草取りさんがいろいろと工夫してくださったんですよ。これね、もしあれだったら、ハーブって結構強いので、プチプチって取って刺してお庭でね育てたいって方はどうぞお持ち帰りください。いなくても大丈夫ですからね。これ全部買って帰る人はいないと思うんで、何本かプチプチって取って、そしてそれを刺して増やしてくださいね。そう、これがね、これがハーブが ね、根がいかないようにってね、草取りさんがね仕切りをしてくださってるんですよ。でこちら側も、これも見てください、こんなにいっぱいね、綺麗。あ、これも綺麗に咲きましたよ。なんかこの色がかわいい。薄紫でね。こうやって、たくさんの皆さんのおかげで、理学の里、頑張ってます。頑張ってますって、頑張ります。ですね。ありがたいことです。そしてこのキッチンカーですね。ベジカフェミズは、キッチンカー、がこれから主流になります。キッチンカーっていうと、こうイベントとか公園とかに行って何か販売するっていうイメージになるんですけども、私がこのキッチンカーやりたいと思ったことは、コロナが一番最初のコロナの時にですね、山の方の奥の高齢の方たちが、公民館とかも閉鎖されて行くところがなくなって、家の中でテレビばっかり見ていてっていう話を聞いた時に、集まる理由になるといいなと思ったんですね。今日はベジカフェミズのキッチンカーが来るから、じゃあなんとか公園の広場で集まろうとか、なんとか神社の境内に集まろうとか、そんな風に持っていきたいなと思って作ったキッチンカーなんです。今年、今年度、それが一つ一つ実現していくといいなと思っています。ではこの理学の里からちょっと足を伸ばせば行ける、そういった地元の人は知ってるけど、なかなか観光マップとかには載っていないというような場所を今日はご紹介したいと思います。わあ、すごいこう素敵な景色ですよね。向こうの彼方にね、九州連山が見えるんですよ、ね、もう刈り終わったとこもあれば、まだ麦が植わっているところもあって、
田んぼの準備もそろそろ見えてきて、畑を耕しているご婦人もいます。いい景色ですね。今日私は理学の里から車で5分もかからないんですけれども、ちょっと車移動をしまして、ここ小形町小潮にあります随光庵磨崖仏にやってまいりました。ここは地元の方が本当にきれいに整備されてらっしゃるので、ちょっとそうですね、入り口から入ってもう山の方、山手の方に向かえば間違いなく来れるっていう感じなんですけれども、ここが登り口ですね。登ってみましょう、ね、草切りもきれいにされてますね。このアジサイも、ね、植えられたんでしょうね。季節季節に花が咲くように考えられてますね。おー、老人クラブの皆さんがね、整備されてらっしゃるんですね。やっぱり地域の宝をいつまでもね、こう伝えていくために、そうやった老人クラブの皆さんとかがね、力合わせてされてるって素晴らしいですよね。あ、ここになるんですね。意外とすぐ登ったらなので、車止めてアクセスもしやすい場所ですね。このでかいのは何？なんか顔みたいな感じ、顔に見えるよ。これ何？顔？顔？何の？何の顔？爬虫類っぽい、爬虫類っぽい顔。ヘビではないねえ。カエル、カメ、カメの頭っぽい感じですね。どれどれ、後ろは、後ろはないけど明らかに顔でしょう。これは顔、顔だよね。言われがあるのかな。これはよくなんか戦争とかに行かれる方、行かれた方たちのためのものな。随光庵、随光庵って案があったんだ。失礼いたします。新しくここは作られてますよね。こんな感じで、随光庵当時のですね、この観音堂ができた時、この観音様もなんかかなり古い感じですよね。すごいですね。地元の方々がこれを守っていらっしゃるんですね。え、あ、いわれを書いてます。あれを書いてますね。随光庵磨崖仏は小形孫氏、あ、かなりね、合併の前ですね。古老の伝説にも小ならず、由来は不詳か。千手観音、阿弥陀如来、薬師如来で
伝承によると観音は何度も手を内に合いかけたが、菩薩の威徳により当人は走り去ることができず盗難を免れた。この魔外物は近世の作であると考えられている。なるほど。蓬莱様？あ、さっきの亀みたいなあれですね。神聖な霊物とされている亀。でっかいね。蓬莱様。なるほどね。52電動スイッチはいいんですか？いいですか？入れます。あ、スイッチが入りました。失礼します。この洞窟の中に、はじめまして。不動様、不動明王がこの地域は多いとよく言われますけれども、明らかにお不動様ですけれど、この色は割とはっきりと残ってますよね。後からまた塗ったとかいうわけではないんですよね。周りにも何体ものいろんな仏像がありますけれども、お不動様すごい、じーって見られてなんかちょっとひるんでしまいそうですよね。少しこう、こんなこと言ったら怒られますけど、コミカルチックな感じですよね。ちょっとアニメっぽい感じですよね。でも明らかに近世とはいえ歴史を感じるものですよね。この洞窟の中におられて、どんな思いでこれを作られたんでしょうね。ありがとうございます。結構入り口も単純ではありませんよ。こう2つ入り口があるんですよね。こちら側からも行けるようになってまして、ね、いくら細工がしやすい岩だったとはいえ、これだけ掘るのはものすごく時間のかかった大変な作業だったと思うんですね。信仰の力ってやっぱりすごいですね。そしてこれ、なんかちょっと不思議な仏像を見つけました。お不動様みたいですけれど、完成のね、なんか剣ですけど、なんか十字架っぽいし、おかっぱ頭みたいな感じに見える。不思議ですよね。なんと素晴らしい高台。この随光庵から見えるこの景色、本当にすがすがしくていいですね。ほっと一息つける、そんな高台にあります。はい、こちらの場所はですね、理学の里から車で5分はかかりませんけれども、の位置にあります。
そうですね、緒方駅に降り立った場合は歩いて30分ぐらいかかるかなという感じはしますけれども、また理学の里の方でご案内いたしますので、ここに行きたいという方いらっしゃいましたら、お気軽に理学の里にお立ち寄りください。じゃあ次どこ行こうかな。今日はもう一箇所ご案内いたしますよ。はい、次にやってきましたのは緒方町大館にあります大行寺八幡社です。これね、この上に鳥鳩かな、八幡社は鳩ですよね、確かね。で、鳩が止まっています。なかなか可愛らしいですよね。お宮でこういうのってちょっと珍しいんじゃないかなって私思います。ん？作者名書いてる？大分県、多分これ明治になってからかと思いますけど、何か、あ、県知事、大分県知事田口さんという方が書いた字。え、県知事がすごいな。そういうお宮も結構珍しいですよね。こちらが正面になりますけれども、これは新しく建てたんですね、県舎ということで。まあ、明治からこっちですね、そういう格付けみたいなのがされてるみたいですけどね。でも大行寺八幡社というのは緒方で多分一番古いお宮だったんではないかという話を私は聞いてるんですけど、中愛天皇、応仁天皇、神宮皇后、まあ、八幡社はどこもこの御柱ですよね。作ったのが大化元年6月という高徳天皇が作られたということですから古いですよね。では行ってまいりましょう。理学の里のお祭りの記録っていうのが残っていてですね、やはり一番古いお宮ということもありまして、いろんな理学の里の2階の展示物のところにモチーフになっているイラストとかあるんですけども、それはすべて大行寺社の様子ですね。これ何？狛犬じゃない？狛犬じゃないよ。ハト？ハトです。ハト、すごい。徹底して八幡社、すごいですよね。いや、これはびっくりです。ここもこの季節草刈りのエンジン音が。馬の石像があります、ね、大野町の浅草八幡社には、白いご神明様がいらっしゃいますけどね、屋根があったけど、このご神明様石像は、まあ、雨ざらしですか、ちょっとかわいそうな感じもしますけど、でもものすごく細かに作られていますよ。素晴らしいな。この飾り物もしっかりと、足を乗せるところもすごい細かく作られてますよ。すごいですね。石造物はあまり見かけたことがないですね。
本殿の方に行ってまいりましょう。あ、こちらには狛犬様がいらっしゃいます。じゃあ、あちらの階段下の鳩様はあそこでまた、ね、お清められてらっしゃって、そしてご神殿の前には狛犬様がいらっしゃるんですね。勇ましいお顔です。こちらは何を入れてらっしゃるんだろう。なんか消火器もあるので、なんか大切なものが入っているんでしょうね。素晴らしく古く荘厳な感じのするお宮ですね。これは何だろう。何か石のようなものが見えるので、江戸時代中期、大王寺八幡社周辺から相次いで銅器、経と、あ、お経の入ってた筒ね、が発見されました。八代岡藩主中川久貞公は忠臣孝行の志であろうと感激し、再び経筒を埋め、ここに記念碑を、ああなるほど、ここに埋めましたっていう、そういう記念碑だったんですね。なるほどね。あ、これかもしれない、もしかしてこれですね。緒方町の文化財という、ちょっと古い資料にはなるんですけれども、ここにですね、大行寺八幡社が所蔵しているっていう写真が載っていましたので、これですね。では来た道を戻りたいと思います。私はいつも思うのが、なぜそこにこのそのお宮を建てたのかっていう、こう一番最初のきっかけというか、それを知りたいなっていつも思うんですね。なぜこの場所だったのかっていうことですよね。あら、面白い。今気づきましたけど、これ見てください。ひまわりですか？なんか現代チックですよね。古いお宮なんですけど。ね、歴史ある大行寺社。大行寺八幡宮ですね。戦いの神ですね。ちょうど今大河ドラマが鎌倉殿の13人っていうのがあってまして、ちょうど今源平合戦が終焉を迎えたところを放送されてますけれども、まさにその時代、やっぱり八幡社どん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 その前後してですね、広がった時代だったと思いますけれども、あ、昔、かなりの昔の時代、まだその時代よりも前に創建されたという伝説が残ってますので、そうなるとやはり一番最初ここに神様をお祭りしようと
まあ、後の時代に多分八幡社になったんだと思うんですけど、最初にここにお祭りをしようって思ったその一番最初の方は、なぜここだったんだろうっていつも私は勝手に推理して勝手にワクワクしてます、ね、しかも名前がいいですよね。大行事、大きい行事ですよ、ね、大行事社の周りの田んぼも水が入ってますね。田植えの準備が進んでいるようです。今日は小形町の小潮にある随行院磨崖仏と蓬莱様、そしてここ小形町大化にある大行事八幡宮、この2か所をご案内させていただきました。どちらも車で移動しないとちょっと距離がありますのでね、また詳しい行き方とかそういう説明は理学の里で行っておりますので、足を伸ばしたいという方はぜひお立ち寄りください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。豊玉でした。バイバイ。